西田敏行さんが亡くなって、はい、文春はですね、イデンピンコが秘話告白100分、100分って言ったって2ページしかやってないんだよな、はい、1時間半医療聞いて2ページ通うと、はい、これちょっと不思議なんだけど、何なんだ、あんまりなかった、面白い話がなかったのかな、うんでしょうね、うん、新潮はなんだかんだ言っても、はい、その4ページやってるんですよ、そうですね、追悼西田敏行さん、役者一代記っていうんでね、竹下恵子さんとか岡部真理とか山田邦子とか知人に聞いてですね、だけど100分聞いて2ページはもったいないんじゃないのと、話がなかったのかな、本当になかったんだろうな、うん、僕なんかテレビドラマとかあんま見ないから、はい、西田さんにそんなに釣りバカとか思い入れがあんまりないんだけど、はい、優秀な役者だったんだね、いややっぱり雰囲気がガラッと変わるというか、うん、すごいやっぱうまいなっては思います ね、役者ぶりがすごい、うんうん、いい人なんだなと思ったね、うん、思ったね、これ読んでね、泉ピン子さんの話でその文春で面白かったのは、76年から放送されたドラマ三男三女婿一匹で共演した先輩俳優の森重久彌だったと、ある日撮影現場で西田が泉にこんな提案をした、お前森重先生に昼飯ご馳走してくださいって言ってこいよと、泉仕方なく私がおじいちゃま昼ご飯をって頼むと、森重先生が何食いたいんだって、後ろを振り返って西田を見ると柱の上から小声で指示を送ってきた、うなぎうなぎ翌週も西田は同じように指示を出してきたという、お前今度何食べたいって聞かれたらビフテキ丼って言えよと泉が結局最後は森重先生の付き人が渡したところに今日は何が食べたいですかと聞きに来るようになっちゃって、このドラマの撮影中はずっとご馳走になっちゃいました、うん、あと78年に放送されたドラマ西遊記、諸悪界を降りた本当の理由、いつなく真剣な西田がこんなことを話し始めたという実はこの前娘2人を連れて遊びに出かけたんだけどさ、俺を見た他の子供たちが豚が来たって指をさしてくるで、それを見た娘が泣きながらうちのパパは豚じゃないって言って離れて行っちゃうんだ、俺切なくなっちゃってさ、それで西遊記のパート2はもう降りちゃってもいいかなってんで降りたと、はい、いいんじゃないって言って降りたって言うんですけどね、確かにあれは豚だって言われますよね必ず撮影が終わったら若いの連れて飲みに行くとかね、泉ピン子は最後のお別れには行かなかった、昔太一喜和子が亡くなった時に死に顔を見たらそれ以来喜和子の笑顔が思い出せなくなっちゃったのよと、だから行かないことにした、新潮のなかなかエピソード集めてますよ、結構病気してんだよな、55歳の時に心筋梗塞で倒れて生死の境をさまよった、16年には自宅のベッドから転落して頸椎亜脱臼と診断され手術することに、その直後胆のう炎を発症し胆のう摘出手術を受けていると、うん、なかなか病気、ね、うん、体が悪かったんだね、うん、高橋恵子さんが、まあ、西田と初めて仕事した時はまだ大学、自分は大学生だ、西田さんは非常に気さくな男で、撮影の合間楽屋にみんなが集まるとエルビス・プレスリーの真似をしてくれるんです、それがまたうまくてね、役者たちの間でも大人気で、西田さんはもう一回とアンコールがかかると何度も歌ってくれるんです、本当のエンターテイナーなんだ、プロってすごいなと感心しきりでしたと、千田光男さんは女対抗期で共演した、西田さんがすごいなと思ったのは普段の明るく可愛い顔とシリアスな顔のギャップ、その2つを両立させられるところでした、楽屋では常に冗談を飛ばして佐久間さんを笑わせる一方で本番になったら武将の顔にビシッと変わるのです、主役の佐久間もそんな西田の魅力の虜になっていた、佐久間さんは現場に入ると西庵何時入りと楽しみにしていて、今日は西庵との絡みがあるから嬉しいわと飛んで跳ねてましたからね、佐久間さんの心をカメラの裏で掴んでしまったんです、うん、また撮影現場ではスタッフにありがとうとお礼を言って回り、7年に浅草福丸旅館で共演した際には若いエキストラの役者にまでどこかで誰かが絶対見てるよう頑張ってとエールを送っていたという、亡くなってから西田さんの魅力を改めて考えていたんですが、歌は出ず司会はやる、上村直美物語では僻地に行く、あ、歌は出す司会はやる、上村直美物語では僻地に行く、役者役もコメディもできる、同世代には有名な役者さんが何人もいますがそんな人はまずいない、あの世代の最高峰だと思いますとまで言ってね、うん、いや本当にうまかったです、何やってもうまかったっすね、そうか、本当に飛ぶが如くで90年の大河飛ぶが如くで西郷隆盛を演じた西田の
鹿児島勝場指導を行う一方、最後の片腕篠原国元役を演じた俳優でプロデューサーの西田誠志郎氏、一番の思い出は若き日の西郷と大久保利通が砂浜を走るシーンの出来事です。西田さんはそのシーンでアドリブを言いたかったんでしょうね。収録前にやってきて、誠志郎ちゃん、鹿児島弁でかけっこは何て言うのと聞いてきたので、ハシングランゴ、ハシングランゴってどういう発音か分かんないけど、うん、言いますよと伝えました。他にもいくつか質問し、ニタッと笑って現場に戻ろうとする西田。そんなアドリブを使ったら全国の視聴者が混乱しますよと忠告すると、分かってるよそんなことと笑っていたのだが、用意スタートがかかると見事に鹿児島弁でアドリブを言っていた。視聴者はちんぷんかんぷんですよね。それで大河ドラマ史上おそらく初めて、飛ぶが如くでは標準語訳の字幕が使われたのです、うん、必ずアドリブ入れる人だっていう、あ、西田は鹿児島弁をマスターすることに並々ならぬ意欲を見せていた、はい、西田さんは NHK が用意していたホテルではなく、自費で押さえた旅館のご自分の部屋の隣に私の部屋を予約し、寝ている時以外はずっとそばにいて鹿児島弁で喋ってほしいと言われるのです。6バスに乗っている私を自家用車のベンツの西田さんの席の隣に呼び、ずっと鹿児島弁で顔やしていました。役に対する取り組み方が徹底していて、役者魂は本当にすごいと思いました。しかも終わると何時だろうと西田さんは若い我々を飲みに連れて行ってくれた。西田さんは人間がでかい、しかも細やかな気配りができる精神をお持ちでした。そうですよね、うん、なんか本当に人柄も良さそうな感じでしたね。山田監督の学校映画、学校で共演した竹下恵子さん、まあ、さっきも出ましたけど、夜間中学の先生役なんだけど、西田さんがクロちゃん先生役はご本人の温かい人間性とぴったり合致していました。弱い人、日向に出られない人への温かな眼差しに今でも忘れられません。生徒さんと話すシーンでは、西田さんご自身が感極まって涙ぐみながら語っていました。これは台本ではなくてご自身の経験談なのではという場面もあり、もや西田さんが話しているのかクロちゃん先生が話しているのか見分けがつかないのです。なんかみんなそういう思い出を持ってんだな、これな。探偵ナイトスクープもずっとやってたんだけど、西田の一役を長く務めた岡部真理さんが、西田さんはよく番組について、今の仕込んだ笑いは人を貶める笑いが多いが、スクープは人間の、探偵ナイトスクープね、うん、スクープは、はい、おかしみを見て思わず微笑んでしまうような悪意のない笑いでできている。この番組には人の偶然性素がそのまま映っている。大阪でなければ撮る人も撮られる人もこんな無防備な姿にならない。これが許されているのはこの番組しかないと言っていました。番組を卒業するときにも VTR を中心とした構造がある限り、この番組は100年続く。この番組が終わるときは戦争が起こるときだと。だから西田さんの素直さとこの番組はつながっているんです。なかなか西田さんのいい思い出を身長は集めてますね、これ。はい、あとなんか上村直美物語やった時に、はい、まあ、南米の最高峰に登る、はい、まあ、登ってね、うん、行くみたいな話も出てたんで、その、まあ、挑戦したいって言い出したんで、6人ぐらい登山家がついて、はあ、登ったん、登るのを、うん、まあ、応援してた、トレーニングしてて、うんうん、であと何百メーターかのところで、うん、200メーターか何百ところで、まあ、挫折したんですけど、はあ、結局できなくて、はあ、トレーニング期間も含めてアタックしたけどやっぱダメだったって。で、その時の登山家の一人、僕知り合いなんですけど、もう最後に西田さんが写真撮って泣きながら、お前たち頼むから死なないでくれよって、もうその登山家たちの今後の人生をすごい心配して言ってくれたって言ってたんですよね。はい、だその時の登山家もう半分ぐらい死んでんですよ、山で、山で、ああ、そうなんだ、はい、そうか。